プロバンス風野菜の肉詰めからかさたけファルスあるいは、ファルシは、肉や、魚、野菜などの中に、別の食材を詰めた料理。ファルスというと、西洋料理と考えられることが多いが、西洋以外でも広く見られる料理法である。ピーマンなどの野菜の中にひき肉などを詰めて焼いた、ファルスは、日本でも、肉詰めとしてポピュラーである。古言はフランス語で、詰めるを意味する、動詞ファルシ。 過去分子系ファルシは、詰め物をする対象の就職時となる。例えば、トマトに詰め物をした料理は、トマトファルシと呼ばれる。また、ファルシは名詞型ではないので、トマトのファルシは、和製フッツ語と言える。調理法としてのファルスは、非常に古くから行われており、ジビエの内臓を取り出した後に詰め物をするところから、始まっている。古代ローマ時代の食通アピキウスによる料理についてでは、 詰める対象として、鳥、うさぎ、豚、山根などが記載されている。また詰め物としては、野菜、ハーブや香辛料、ナッツ類や麦など、あるいはミンチ状のレバーや脳、その他の増物なども記載されている。詰め物の器となる素材は、丸のままの肉や魚、中をくり抜いた野菜など、自然の形をしたものを用いることが多い。一方、中に詰めるものは、 ペースト状あるいは細かく刻んだもの、麦や米、小さく切ったパンなどの粒状のものが多い。トルコのドル巻きとなる野菜は、ピーマンのほか、トマトやナス、ズッキーニの果肉をくり抜いたもの、ジャガイモをくり抜いたもの、カボチャ、キャベツや、ぶどうの葉を茹でたもののほか、花ズッキーニも使われる。ラテンアメリカでは、ロコトなど、ピーマン以外の唐辛子の仲間も詰め物の対象となる。 ヘタの部分を薄く切って、蓋にする形状が多く親しまれている。トマトやナスなどをくり抜く場合は、くり抜いた部分を使って、ソースを作ったり、副菜をもう一品作ることもできる。詰め物には、ひき肉と玉ねぎ、パンなどのつなぎや塩などの調味料のほか、ハーブなどを混ぜて味付けが行われることもある。ヨーロッパなどでは、下ごしらえを済ませたひき肉が売られていることもある。肉汁と、 野菜から出る汁が適度に混ざり、ハンバーグなどとは一味違った味が楽しめる。中東のドルマの詰め物はひき肉に米を混ぜるが、肉の代わりに豆を加えたドルマも作られる。テクスメクス料理やメキシコ料理では、唐辛子のチーズ詰めも親しまれている。パン、セロリ、ローズマリー、クランベリー、リンゴなどを詰めた七面鳥動物の内臓部分を取り出し、 空洞に詰め物をすることもよく行われる。例えば、ローストチキンを作る際、内臓を取り出した後の空洞に詰め物をする。詰め物としては、キノコや玉ねぎ、人参などをムース状にしたものや、ベー、ニンニク、パン、ハーブなどが用いられる。朝鮮半島のサムゲタンは、若鶏の中に、もち米やナツメ、朝鮮人参などを詰めて煮込んだ料理であり、ファルスの一種とも言える。 ソーセージやスコットランドのハギスは詰め物を動物の内臓に詰めたものであるため、これもファルスの一種とも言える。日本では石川県にタイのトウムシと呼ばれる魚料理があり、これはタイにウの花を詰めたものである。動物の中に他の動物を詰めることも昔から行われている。ありがとうございます。